ということで、いただいてるので指令を、粘土でね、なんかうさぎちゃんを作るみたいで、僕のは飾り用のリボンを作るということで作っていきたいなと思います。スタート。どれぐらいやろ。1分経ったかな。経ちました。あ、はい。あー、あかん、まだあかんわ。こだわりポイントはもうね、こう見てもらったら分かりますけど、こうリボンにちゃんとなってると思いますし、まあここもいけるし、で、まあここもいけるし、はい、むしろ平らになってるんでね、これでどこにでもつけれるんじゃないかなと思います。はい、ということで、歌劇オーラン高校ホストクラブフォルテ開幕まであと2日、お楽しみに、お届けする佐藤正道でした。次は、ジュニア君です。お願いします。玉木です。それじゃあ。